さあ、なんと久しぶりやけどバッテリーが上がりましてね、はい、おかしいな、バッテリー上がらへんぐらい恐ろしくバッテリーあんねんけどみたいなとかって、まあとりあえずね、ガソリン入れましてね、で帰宅渋滞やな、家に帰る人の渋滞にはまりましてね、恐ろしく時間かかった、全然進まへんねん、久しぶりやで、ほんまに川西とかの方は上りばっかりやねんこっちはね、でブレーキ踏んで止まるたんびに一応念のためにやけど、サイドブレーキ効かなかったな、これクリープ現象ないから、ブレーキ踏んでるだけやったらアクセル踏むときにフッて揺れたらちょっと後ろに下がるのよな、これ11時半ぐらいのトラックやな、11時半ぐらいのトラックが見えてよ、新日本海フェリーが見えたから、これは是が非でも後ろに置かなあかんやろ言うて張り切ってやな、で、今やっとや、前で60キロでやられたらさすがに厳しいね、結構荷物積んでるみたいねんな、ブレーキ踏んでる時にブレーキの音キキキキってスキル音が聞こえるぐらい、まあまあ積んでんねやんかまあまあ積んでんねん、峠道では一番できたら避けたいな、急いでる時はもうだいぶ急ぐ時間やねんこれな、もう暗いから、久しぶりに真っ暗やもん、おかしいな、
前大変やでこれ家買うのも命がけやなみたいな家買うのも命がけやでほんまに。僕らも今日帰ったら、見たら予定見たら次な来週にしか予定ないんやだからもうこれで、今週の予定終了やねんか。出なあかん用事もないから、ストップしてるやん。うわ、後ろ新日本海フェリーや。うわ、パーンってあの石飛ばしろとで来てたわ。トラックや後ろ。
からで従業員かなんか送っていって帰ってんのかな詳しいよみたいな専門用語言うてるんだ。従業員が帰るために駅まで出て乗せていってやで、で帰ってんのかな、からで、でまあまあ出てんねや。よっしゃ、ちょっと雨降った後歩けてるね。さっきのスピードやったらあのマイクロバス追いついてくるからな、計算上。これぐらいで撮ってマイクロバスが、でこれぐらいやったら追いついてけえへんっていう、あもうちょっとこれまで行くかできない、追いついてけえへんっていう計算やねんけどな。よっしゃ、わお、
帰ってこいって言われんねん。大阪帰ったからって言ってどこかにおるってわけでもないねんけどな。事務所おるか、なあ隠れ家におるか、トランクルームにおるか、なあそれか浅井模型店やな、浅井模型店におるか、それかもう一箇所、二箇所ぐらいのところどっかにおんねんけどね。大阪におっても結局どこにおるか分からへんやったらや、同じことや言うて。Ha ha ha.
窓から手出してタバコ吸うの好きやな。すごいアイドルもストップしたな今の前のかな。ダイハツやろあれな。ここら辺で曲がってくれたらいいねんけどな。1回目左に笹山の入り口ぐらいでな。2回目がもう少し先やな。トレーラーが後ろから来たら怖いねんな。もうサンドイッチになるからな。トレーラーに挟まれたら
ブドックって出入りしてんのって言ってな、買い取りとあの売れてんのって聞いたら、ウェーブの24は見ないっすねって言ってたな。うん、僕も見ないねんか。で、最近ちょっと増えてきたんかね、あの、ボークスの5スターがよく見かけるな。特に100分の1の方。144じゃなくってね、100分の1の方よく見かけるわ。どの店行っても。どの店行っても、まあ大抵あんねん。単価が高いからかな。1万円から、安いやつでも8000円とか。で、それをまたね、あの店が、ボークスよりも高い値段つけてんのがね、おーほほとかどうねんな、あれ。ボークスより高いね、値段が。100分の1な。言ってたわ。あんまり見ないですとか言って。で、あと、バンダイやな。バンダイの20分の1。バンダイの20分の1のスコープドッグは、プレミアムバンダイかなんかから発売されるらしいねんけどって。プレミアムバンダイから発売されるらしいねんけどって言ってんけど、ギリギリまでプレンで売るつもりやな。ギリギリまでプレンで売るつもりやねん。リサイクル関係のは、スコープドッグやな。バンダイの20分の1はギリギリまで高くんねん言うて。で、バンダイのハイグレードボトムズはね、正直いらん言ってたな。ハイグレードボトムズはいらないって、うん、置いても高い値段やったら買えへんねんってな。バンダイのハイグレードボトムズは確かにそうやん。ラビドリドッグとか出てるわけじゃないやん。で、スコープドッグと拡張セットで、ラビドリドッグだけやん、結局だ。言ってたな、マックスファクトリーのストライクドッグは結構見る言うとったな。結構見んねん、中古でいいね、結構僕も見るわ。スコープドッグは見ないとったな。で、ハイグレードはもう店としてもいらん言うとったな、もう、売れるかどうか怪しいって言って、怪しいから。後ろ一台張り付いた車、このスピードやったら張り付かれるやろうな。何の車かが分からへんけどな。で、さらに後ろからトレーラー接近中やで、とうとうトレーラー接近中や。
あたりやったら3メートルぐらい、上が3メートルあるから危ないかもな、あれな。上がバンバン当たってますよ。
アルファロメオかやっぱり BMW ぐらいだプラス10キロないしはプラス20キロぐらいあるんやね。アベレージでプラス20キロぐらいで難なくこなしてくれんねんけど、この車ではちょっとやっぱ厳しいスピードやな。これタイヤが細いからなんやけどな、タイヤが細いからね、落ち着けへんねん、ずっと足回りが全然落ち着けへん。鹿がな、おらへんかったらいいねんけど、
ルファロメオか BMW やったらもうついてんねん、多分帰ってんねんもう。ゆえって帰ってんねんけどな。Ha ha ha!
な顔ってけどな、セドリ専門とかで出て、でなんか、儲かるなんかセドリとかってやってたな。頭おかしいんちゃうかと思ったけどな、ほんまに。儲かんやったらお前自分でやってるやんけって言ってな。みんなそうやねんて。儲かんやったら自分でやんねんて先に。で多分ね、それが成功して儲かってたら多分ね、誰にも教えへんと思うね、多分。僕やったら教えへんもんな、間違いなく教えへんと思うわ。さあ1時間ぐらいか。まあこれぐらい、渋滞さえなかったらな。大阪市内から100キロぐらいあんねん、これ片道100キロぐらいあるねん。この辺の京都人は京都市内やけどな、9号線か27号線から9号線に京都市内やねん。僕ら違うもん、生活圏が違うからな。やけど牛乳買ってからなんだよ。もう1回済みやからローソン行こうかしらないから、
からバンバン入ってくるやつおんねんな。京都人日本語分かれへんのかな、英語分かれへんのかな、思う時あるもんな。